2014年夏、静岡県に新たな複合コンベンションセンターが誕生します。富士の国千本松フォーラム、プラサベルデ。プラサベルデの建設が進むのは日本のど真ん中、静岡県の東部にある沼津市。プラサベルデはその玄関口である沼津駅北口からおよそ220メートル、徒歩わずか3分の場所に完成します。2014年夏頃にグランドオープンする富士の国千本松フォーラムプラサベルデは、国際的な規模に対応する会議場施設、展示イベント施設、宿泊施設を備えた全国でも数少ない総合コンベンション施設です。施設全体のコンセプトを沼津市を代表する千本松原とし、屋上や壁面を緑化したり、施設内には県内産の杉の丸太を列柱のように配置、スペイン語で緑の広場を意味するプラサベルデの名前の通り、世界から人が集まる緑の広場を目指します。それでは詳しく施設内容をご紹介しましょう。まずは会議場施設。大ホールはおよそ1100人が収容可能であり、平土間形式の会議室としては県内最大規模で、天井高は8メートルあり、300インチのスクリーンを備えます。他にも最大でおよそ400人が収容可能な中ホールや中小12の会議室があります。これらはすべて平土間で、席のレイアウトは自由。さらに国際会議や全国レベルの会議の開催に必要な設備も備えています。続いては2013年夏頃に先行オープンする展示イベント施設です。間口90メートル、奥行き43メートルというおよそ3900平方メートルの柱のない展示空間では、3000人規模のイベントも開催できます。天井高は12メートルあり、大型トラックが展示場内に直接侵入でき、搬入・搬出もスムーズ。さらに空間を3分割することもできるので、さまざまな催しに対応することができます。また市民ギャラリー、市民サロンも設けます。絵画や写真のような美術・文化活動によるさまざまな作品を展示することができ、イベント時の商談などにもご利用いただけます。そしておよそ150室を有するホテルも併設。ホテルのフロント階から会議場、展示場までつながっているので、宿泊時の移動もスムーズです。また、駐車場はおよそ600台分を用意しています。プラサベルデは、首都圏からのアクセスの良さも魅力です。電車の場合、JR 東京駅から新幹線を利用しておよそ70分。沼津駅北口から徒歩3分。車の場合、東京インターチェンジから東名高速道路を利用しておよそ90分。静岡空港からは車でおよそ80分。また、プラサベルデのある静岡県東部地域は、富士山や伊豆といった日本を代表する観光地があり、国内有数の温泉地でもあります。プラサベルデは、充実したエクスカーションやアフターコンベンションも魅力の一つです。まずは日本の象徴ともいえる富士山。プラサベルデのある沼津市からはもちろん、静岡県東部のさまざまな場所から刻々と表情を変える雄大な富士山を見ることができます。続いて温泉。静岡県東部は数多くの温泉が点在する日本でも有数の温泉地です。風情ある街並みはかつての文豪たちに愛され、多くの作品の舞台として描かれました。また
長期で温泉に滞在し心身を癒す湯治場としても古くから利用されてきました。伊豆の温泉で日頃の疲れを洗い流してみてはいかがでしょうか。静岡県東部地域は日本有数の食の宝庫としても有名です。特に水深2000メートルを誇る駿河湾は魚介の宝庫。沼津魚市場には毎日豊富な魚介類が並び各地へと発送されます。伊勢エビやアワビ、金目鯛、アジなど新鮮な海の幸を存分に味わうことができます。お土産には全国一のシェアを誇る干物をどうぞ。また静岡県東部は富士山の伏流水や天城山の湧水など全国的にも知られる水に恵まれた地域です。富士山などに降った雨や雪解け水が湧き出ている柿田川湧水群は東洋一の湧水量を誇ると同時に四季折々の美しい景観を楽しむことができます。調理前に富士山の伏流水にさらすことで美味しくなる三島のうなぎも有名です。伊豆地域では清らかな水を使いわさびの栽培が広がり、ワイナリーでは全国的なコンクールで何度も賞を取るワインが作られています。富士山麓にある富士宮市では伏流水を使った製麺業が盛んに行われています。その麺を使った富士宮焼きそばは独特な食感で全国から注目を集めています。もちろんレジャースポットも充実。プラサベルデのある静岡県東部地域にはプロゴルフツアーが行われる名門ゴルフ場が多数あります。雄大な富士山に抱かれるように広がるコースや青く輝く太平洋を見ながらプレーできるコースなど、自然の地形や特色を生かした多彩なコースレイアウトでゴルフ愛好家を魅了しています。ショッピングが好きな方におすすめなのが御殿場市にある日本最大級のアウトレットモールです。国内外の有名ファッションブランドはもちろん、生活雑貨までおよそ200点以上が揃います。その他にも歴史情緒を感じられる天城トンネルや沼津御用邸記念公園、またダイナミックな自然美が楽しめる白糸の滝や常連の滝など、プラサベルデのある静岡県東部地域には魅力的なスポットがたくさんあります。そして静岡県東部地域では健康関連産業の振興と集積を図るパルマバレープロジェクトが進行しています。長泉町には日本のがん治療や研究の最前線にいる静岡がんセンターがあり、他にも国立遺伝学研究所や医薬品・医療機器メーカーの研究開発拠点が多数集まっています。医療と産業、地域が一体化として健康長寿世界一を目指す研究が進んでいます。新たなコンベンションセンターで充実した時間を過ごし、エクスカーションやアフターコンベンションも満喫。富士の国千本松フォーラムプラサベルデは2014年夏に静岡県沼津市にグランドオープンします。